What's up? I'm Coco. 今回は There's more to life than being happy の2回目です。では早速見ていきましょう。 Here we go! Eventually 最終的に I decided to go to graduate school for positive psychology. Decide to do 何々することに決める。 Graduate school 大学院。 Psychology 心理学。私はポジティブ心理学の大学院に行くことを決め、 To learn 探りました。 What truly makes people happy? Make OC で O を C にするという意味になります。何が本当に人々を幸せにするのかを。しかし、What I discovered there 私がそこで見つけたものは Changed my life 私の人生を変えました。ここで発音の注意ですが、Fat と I がつながって、その T と I がリンキング結合して T の発音が変わっています。このように T が A と I で挟まれているように母音に挟まれますと D と R のような発音に変わることがあります。ここでは What I が What I のような発音になっています。 The data shows thatデータによると Chasing happiness 幸せを追求することで Can make people unhappy 人々を不幸せにすることがあるのだと、しうるのだと。ここで Data の発音に注意してください。この語は data とも発音されます。アメリカでは data data と発音する人が多いので注意してください。それでは意味が分かったところで今日の文章の内容をスラッシュごとにリピーティングしてみましょう。では私が読んでいきますので、その後でリピートしてみてください。 I used to think the whole purpose of life was pursuing happiness. Everyone said the path to happiness was successSo I searched for that ideal job, the perfect boyfriend, the beautiful apartment. But instead of ever feeling fulfilled,I felt anxious and adrift. And I wasn't alone. My friends, they struggled with this too. Eventually, I decided to go to graduate school.For positive psychology. To learn
What truly makes people happy? But what I discovered there changed my life. The data shows that chasing happiness can make people unhappy. いかがだったでしょうか。では次はオーバーラッピングをしてみましょう。この動画の概要欄に元動画のリンクがありますので、それをクリックしてください。そして英語の字幕をオンにして講演者の音声と一緒に音読してみてください。字幕を見ながらで構いません。最初は再生速度を遅くしても OK です。そこから段階的にスピードを上げていきましょう。そしてもしまだ余力があれば次にシャドーイングをしてみましょう。今度は英語字幕をオフにして講演者の音声が聞こえたらすぐに音をかぶせるようにリピートしていきましょう。最初は再生速度を 0.5 倍から段階的にスピードを上げていくのがおすすめです。かなり負荷がかかるトレーニングですので、最初は無理をせずに続けていくことを心がけましょう。まあこんな感じで2週間で1本のスピーチを読むあるペースで進めていきたいと思います。続ければ数ヶ月後にはスピーキング力が自分でも驚くほどアップしているはずです。一緒にチャレンジしてみたい方はチャンネル登録をお忘れなく。 See you soon!